パニーニ。この例ではパンを焼かず、具材に、プロシット、ルッコラ、ボッコンチーニを使い、人参とオリーブを添えている。トロントのレストランで撮影。パニーニ。サンフランシスコで撮影。パニーニ。愛知県のイタリアンレストランで撮影。パニーノは、パンで具材を挟んだイタリア料理の軽食。パンを意味する単語、パーネに、縮小時、イノをつけた語である。正しくは、 具を詰めたパニーノという意味のパニーノインボッティートという。ちなみにパニーノは単数型で複数型はパニーニという。イタリア語ではハンバーガーやホットドッグをも含むパンで具材を挟んだ軽食、つまり抗議のサンドイッチの意味である。ただしパンを薄く切り感に具材を挟んだものはトラメツィーノと区別する。競技ではサンドイッチやハンバーガーを除き、 チャバッタやロゼッタなど、伝統的なイタリアのパンに具材を挟むものを刺す。バールなどではショーケースに陳列されているほか、各種食材店でもその場で作ってくれる店がある。具材は、トマト、モッツァレラなどのチーズ、ハム、ローストビーフや、ポルケッタなどの肉製品の薄切り、レタスなどの野菜を組み合わせる。マヨネーズ、ケチャップ、マスタードは、基本的に用いない。 ホットサンドメーカーを使って表面をグリルしたパニーノはイタリアでは俗にトーストと呼ばれる。食パンの一種パーネイン、カッセッタの薄切りが用いられ、プロシュッドとプロセスチーズを挟むことが多い。日本ではイタリアで食べられているような印象の具材をそれらしく味付けをしてパンに挟んだサンドイッチがパニーノもしくはパニーニと呼ばれる。由来は定かではないが、 白っぽい薄めのパンを用いて注文後に焼き、パンに焦げ目をつけたものを刺すことが多い。セガフレードザネッティやドトールコーヒーショップなどのコーヒー店のメニューにある。また、店により単数形パニーノと複数形パニーニの表記が異なるが、一人前が複数個であることを意味していない。アメリカ合衆国やカナダ、イギリスでは、パニーニは薄切りパン肉を挟んで焼き、 パンに焦げ目をつけたものとして知られ、単数でもパニーニと呼ばれる場合がある。パニーニを作るためのパニーニプレスが普及している。イタリア風のものはパニーニとして区別する場合もある。ありがとうございます。